くしゃみが出そうで出ないクラウドです。初手から噛んだのでもう一回やりたいところですが、まあいいや。というわけで、タイトルを考えてないや。マリオカート8デラックスでもマリオカート7がしたいというタイトルでいこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。そう、8デラックスでもね、7っていう、マリカ7というゲームができるんで、やっていこうかなと思うんですよ。そういうわけなんで、このごっついカスタムを使って、今日は1位を頑張って取っていこうかなと思ってます。はい、最近8デラックスやってるんで、まあまあなんとかなるんじゃないかなと、僕はそう、まあ信じております。そう、今のダートのところでもあんまり減速しないのがこのカスタムのいいところ。ただ、今ので、ウルトラじゃないや、スーパーミニカムがたまらないのがこれの悪い点と、キノコ3個、とかで、そして車体がでかいためいいインツキをアウトだった。今のは完全にアウトでしたけどね。これしっかり投げて置くつもりだったんだけど投げちゃいましたね。で、これは保持でいいでしょう。で、赤コーラが見えたら罪でもないけど、罪でもないけど、いやーせっこいな。これちょっと1位とさ結構あるからワンチャンキノさんとか出るぞ、俺ドロー。微妙だな、微妙なんで、あ、ちょっと、よいしょ、オッケーオッケー、耐えた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 けど耐えたけど、これ以上上がんねえかな、さすがに。ここでショートカットをしっかりしてつけて、あ、抜かされちゃった。まあ、3位、いいよいいよ。どんな感じの部屋だったかな、最近わりかしいい部屋当たるが、あーでも俺が一番高い感じか。いや、それなら、いや、そんなことなかった。まあいいや。お、マジかよ。はい、ティーズランドでーす。どうしよっかな。でもこのカスタムダートに強いけど、ワンチャン前行くのありじゃない。というわけで、まあ、1人だけ俺より高い人、2位の方でしたね。こんな感じだったんで、まあまあまあ1位走っていきましょうか。ポイッと投げまして、俺に当たらた。なんでなんでなの、よくわかんない。本当によくわかんない。うまいな、自分にスナイプするのがうまかったね。まあこんくらいでアイテム取れるかなと思ったんで、よし、 OK、 これで計算通りね。まあまあまあいいでしょう。スターループしていきましょうか。で、本当はコインが欲しいから、コインをしっかり2枚だけだけど回収して、よしと。で、ちゃんとここで回収しつつ、インを攻めて、行きたかったけど攻めてないと。ああ、そっか、取れてないのか。ああ、そういう判定になるよね。知ってたけど、制御が難しいんだ。いや、俺が制御が下手だけ。このカスタムは悪くない、きっと。きっと悪くない。よし、しっかり回収して、で、そろそろね、サンダー降りそうな気がするんだよ。ちょっと使っとこうぜ、これ。使っていいか、これ。ほらね、打ってきたけど、あんま意味ねえ。マジで意味ねえ。ここでキノさんとか引けたら強いけど、ちょっと弱いな。これで1いけるか。1いけるんだったら、OKOKOK。なら、これ使おうか。多分抜かされ、抜かされねえか、まだ。使うの早すぎたかもしれん。で、ショートカットして、あはは、トゲ見てなかったー、積んだー。いや、まだいけるな。これ、木野さん引いたらいけるぞ。木野さんじゃなくて、そう。分かってるんだよな、やっぱ。愛されてる、このカスタム。やっぱね、このゲームにはマリカー7しろって言われてる。この緑コーラに当たらんかったら OK、OK。しっかり回収して、で、こうやってショートカットをして、1位を取れたいんだけど、いや、これがダートの力で勝った。よし、ダートの力ってなんだ、オフロードの力、オフロードでの耐久力の力、ちょっともう何言ってるかよくわかんないけど、1位取りました、やりました。いいね、いいよ、このカスタム強いよ。はい、3レース目、サンシャイン空港。ここはあんまり、まあ細かい作業をするようなコースではないと思うんで大丈夫かなと。何が大丈夫なんだ。いや、このカスタムに不満などない。
そうです。1位を取ったから。まだ3位と1位だ。まだってなんだ。まだじゃない。うん、3位と1位だから大丈夫。しっかりダートも溜まる。ダートも溜まる？あれあれ10時まで下がっちゃったな。おかしいな。いやー、このカスタムのね、強さを僕にはちょっと発揮できないな。ちょっと救ってくれる方はいないでしょうか。さあ、これはちょっと赤コーラが怖いんで逃げるって感じで、コインをしっかり回収。うん、まあ、1位スタートだったんで、まあまあコインがないことが不利なんで、ちょっとコインをしっかり回収しまして、まあこれはダブル取りに行ってたけど、まあいいでしょう。許します。許しましょう。許してくれるはず。誰がわからない。あー、ならコイン取りに行ってあがったな。ミスっちゃったな。いいんじゃないでしょうか。で、ここでしっかりアイテム今当たってた絶対当たってないと思った、うん、当たらんと思って俺逃げてたからね。忍者戦闘は通用しなかったなと。やるな。ちょっといらないから捨てようか、これ。しっかりジャンプして、いいよ。ナイスです。サンダー振りそうだな。ここで振りそうな気がする。俺は読んだ。読めた。隙の糸。あーあー、ごめん読めたじゃねえ。あれ何だったっけ。見えただった。やべ、怒られちゃう。警察に怒られちゃう。ああ、今のは見てなかったな。バックミラー見るべきだった。うん。ワン、サヤ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 。出てます。はい。なるほど。そんなひどいことしないでよ。いやー、これキラー引くし、火に行く方がいいね。うん。行こうぜ。ドロー！ああ、弱い。コインも1枚になってるし。誰か持ってる、これ。いや、持ってないな。誰も持ってないと。なんで持ってないんだ。ユニクレキラ。あー、悪くない。まだキノさんとかより普通にマシだから。上がれるか、これ。上がれよ、上がれよ。上がれない。8デラックスの違ったわ9位は特に何もないです。マリオカート9早く発売してください。いや、僕は10派です。いや、これをラスリにして1位取って終わろう。どうもりですね。はい。うん、僕が知ってるやつはトトタケくらいしか知りません。はい、よろしくお願いします。やっぱ、ここのどうもりのキャラクターってランダム配置なんで、あ、でも今右にさ、なんか、衣服売ってる人がいたね。名前忘れたけど。最近覚えたのはジュンっていうやつを覚えたね。ジュン。ジュンしか覚えてないわジュン、あのリスみたいなやつだよな。あれは男なのか。てか男と女分かってるような、どうもりって。ちょっとこれ止まろうか。いや、止まるんじゃねえ。あ、止まったのに。いや、それならちゃんと止まってからやった方がよかったね。こっちってコインもあるんか。え、うん、コインなくなっちゃったね。コインなくなっちゃったわ。あ、下がりすぎると良くないし。なんでみんなそんなキラー持ってるの。僕にもキラーちょうだいよ。コイン取って、あれいらねえから捨てて、とりあえず絶対アイテムは欲しい。アイテムは欲しいからアイテムくれ。他の人にアイテムを取らせないように邪魔しといて。で、これ前の子はちょっと独走してもないか。別にこのアイテムはこのアイテムでいくわ、うん、これ全部投げてくるでしょ。でジャンプアクションはできないと。やばい、やばい。いや、出るか。そっか。あ、これ使おう。読みが甘いな、本当に。いえ、いえ、いえ。あ、でもダブル取れた。強い、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 いける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 。いけるぞ。勝てる。これは勝てるビジョンが見えた。見えたはずだった。いや、見えてる。まだ見えてる。まだ見えてるぞ。まだ見えてる。まだ見えてる。まだ見えてる。俺をドローで、勝ってないけど。まあまあ、あれ3位だ。1位独走しすぎでしょ。全然気づかんかったわ。
いやー、でも、いい順位ばっかりでしたね。3193ですね。足したらなんぼでしょうか。16です。はい。16は何の数字でしょうか。1足す6。7ということで、やっぱマリオカート7。ということでね、マリオカート7カスタ、メリオビーダレ使ってください。さようなら。